はい、皆さんこんにちは。ゲーム作家マサです。今ね、渋谷の、某所におるんですが、あさってからね、オーストラリアのパースというところに行きます。で、パースね、行ったことある方はぜひ教えてほしいぐらいなんですが、まあ、旅にね、少しは準備したんで、まあ、例えば航空券どれぐらいで取ってとか、宿はどれぐらいを取ってとか、まあ、私なりの計画をお話ししますんで、まだ行ってもないんですけど、旅の参考になればと思っております。はい、で、11月ですね、だから9ヶ月ぐらい、10ヶ月ぐらい前に、チケットを取ったんですけど、航空券、東京からパースまでね、シンガポール経由でね、まあ、往復なんですけど、58,466円。58,000 円ちょっとでね、買えるっていうのは、普段の、普通の時だったらね、まあ買えるんですけど、あさって8月10日っていうね、まあ、19日戻りなんで、まあそのね、お盆期間中にこれだけ安く行けるっていうのはね、やっぱ随分前から、取っておいてよかったなと、すごく思います。まあ、相場ね、もっと安く行ける時はあると思うんですけど、まあ、もうそれ知りたいぐらいなんですけど、参考にいただければと思います。で、宿はですね、561オーストラリアドル。これ日本円に換算してね、55,368円でした。まあ、100円切ってますね。オーストラリアドルがですね。以前106円とか言ってたんですけど、108円ぐらいまで行って、この前数日前のね、株価こう下落の時にすごい円高にもなって、なんとかね、少しはマシ、安く行けるので良かったです。で、まあ、一泊ね、6800円ぐらい。で、これね、ドミトリーじゃなくて、個室ではまあ、私が探した中では最安値ぐらいだけど、まあ、1週間切って探してるんで、5日前とかね、それぐらいなんで、まあ、もっと前から予約すればあるかもしれないですけど、結構ね、1万、2万とかのね、ホテル取っても結構大したビジネスホテルみたいな感じなんだと思うんで、まあ、私はここは、お金あんま使いません。で、あとはね、ラグビー観戦ね、実はそのオーストラリアってラグビー強いじゃないですか。で、ちょうどね、パースのね、スタジアム、オプタススタジアムかな、そこで、南アフリカというね、世界チャンピオンですね、とオーストラリアの試合があるんです。南半球のね、4カ国、アルゼンチンとかニュージーランドも合わせて、4カ国で対抗戦やってるんですけど、それの一環で、なんと試合があるんで、もうチケット取りましたよ。5800円ぐらい。一番安い席ですけど。まあ、もうね、これね、チケットね、取るのね、簡単そうに見えるんですけど、実はね、その、チケットなんとか .com みたいなね、ところから、その、オーストラリアのサイトから、アクセスしていくとうまくいかないんですけど、なんでかっていうとね、こう、ログインするための登録ができないんです。だけどこれね、アメリカの本家のサイトから、で、ログインというかね、そのユーザー登録をして、オーストラリアのサイトで買えばね、うまくいくっていうね、結構時間かかったんだけど、発見したんでね、ちょっと伝わってないかもしれないんですけど、チケット取るときね、取れないときはね、もう別の国でログインしてというね、ことをやればうまくいったりもしますので、参考になればと思います。あとガイドブックですね、これ地球の歩き方のね、なんとかっていうバージョンが少し出てるんですけど、これちょっと古いのとね、もう、増刷されてないんでね、古本で買ったらすごい高いんです。4000円ぐらいしてるんで、一応 Kindle でね、無料版は入手しておきました。まあ入手しておくぐらいはね、まあ一応安心材料にはなりますけど、まああってもなくても、まあ人それぞれですが、まあスマホに入れておく分にはいいと思います。ちょっと、ね、気に入ったエッセイがあって、宮崎さんかな、という若い女性の方が書いてるエッセイはね、意外と役に立ったんで、私の文章の方がスッキリくる人なんで、まあ一応紹介しました。なんとなく、あ、こんな感じでやればいいなっていうのが少し伝わってるので、おすすめします。はい、あとね、変換プラグ。変換プラグこれですね。こういうね、O タイプっていうね、オーストラリアとニュージーランドとフィジーとタヒチとかね、その辺しか使ってないようなね、なんていうか、コンセントに差し込むプラグみたいなね、やつがあるんで、一応買っといた方がいいと思います。さっきね、渋谷のビッグカメラで320円だったんで、税抜きか税込みか忘れましたけど、まあまあ、100円ショップでも売ってるらしいんで、まあ日本で入手しといた方がいいと思います。あと思い出した。昨日ね、ETA っていうね、電子申請みたいなのをね、やっとしました。これも昨日やっと発見したんですけど、出発の3日前になって、あれ、こんなのあるんだってね。まあこれはね、YouTube 誰か解説してる人いるんで、うまく、そういうの見ればわかるんで、忘れずに、と言ってね、私が忘れそうだったんですけどね。まあそんな感じです。ドルはね、110、オーストラリアドル115ドルだけで買いましたけどね。こういうお札でございますけど、まあまあ、ちょっとプラスチックなんですよ。プラスチックの感じで。いいですね。私これぐらいしか買えないです。まあ今円高でね、まあちょっとこれも金券ショップみたいなところで買えてきたんですけど、まあちょっとだけ持っときたいんだよね。だけで、あとは現地で何とかしますし、クレジットカードでうまくいくようなんでね。まあともかく、無料のバスもいっぱい通ってるみたいだし、無料のバスいっぱい使って、キングスパークってとこがいいらしいんでとか言って言ってないんだけど、まあそういうのはね、またお届けするんで、また今後ともフォローいただければと思います。じゃあね、別に行ってもないんで、
こういう、こう、今から行きますっていうお話でしたけど、今後とも、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。